どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、サンサーフのワットムルスパラカーチェックシャツを紹介したいと思います。このアイテムのことについて少し話した後に、アイテムを使ったコーデを2パターンと、私がこのサイズ ML、XL の3サイズを着用しサイズレビューする動画の内容になっているので、お時間ありましたらぜひご覧ください。このアイテムの販売ページは概要欄とこの左上にリンク貼ってますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。また当店はですね、神奈川県小田原市にお店を構えております。ぜひ小田原に遊びに来た際にはお立ち寄りください。皆さんのご来店心よりお待ちしております。はい、では早速いってみましょう。はい、今回紹介するパラカチェックシャツは、もともとハワイの大規模農園でワークウェアとして使われていたシャツのお土産やファッション寄りに制作された洋服の復刻になります。そもそもね、パラカって何とね、感じている方いらっしゃるのではないでしょうか。正直私も思っています。はい、でパラカとは、縦と横に、4本の線が重なり合ってチェック柄が表現されていると言えばいいのでしょうか。パラカとはね、このチェックの生地のことを指します。で、先ほどにも言った、このパラカチェックの生地を使用したハワイの大規模農園のワークウェアとして使われていたのがこのパラカシャツになります。1920年から30年代頃のハワイの大規模農園で働く人たちというのは、パイナップルやサトウキビの鋭い刃から身を守るために長袖の仕様のものが主に生産されていたんですが、1950年代になると普段着としても普及されたみたいで、半袖の仕様も存在しているようです。またね、ハワイの伝統的な作業着とされているのに加え、アロハシャツの限定になったとされ、今でもハワイアンテイストや伝統文化を大切にする人々が着用し愛されているアイテムになっています。そしてね、今回紹介させてもらっているこのパラカシャツは、普段着として普及された1950年代頃の半袖シャツをサンサーフで再現されたものになります。ハワイにある、歴史のあるブランドのワットムルスがギフトショップのレイナににて販売用として展開されていたのがこの、パラカシャツになります。サンサーフとして発売されていますが、このシャツのネームはワットムルス&レイナニと表記されたネームが取り付けられています。こちらに、普段着やね、お土産として販売されていたこのシャツですが、映像だとね、分かりづらいかもしれないんだけど、生地感はね、やっぱワークシャツの名残が、あるのか、素材はね、コットンではあるんだけど、目の詰まったガチッとした生地感になっています。これはね、固めな生地がね、好みの方にはね、おすすめな生地感かもしれません。このね、レイナニにはカラーパラカといって、カラバリも多くね、展開されてたのかな。サンサーフではね、この半袖の客にはね、ブルー、グリーン、レッド、イエローの4色で展開されています。当店はですね、この中のブルーをねセレクトしておりますので、ご参考まで。はい、そんな感じで続いてはね、コーデとサイズ感へ行ってみたいと思います。どうぞ。
はい、まずは M サイズ着てみました。こんな感じです。はい、M サイズの寸法はこちらと、私のスペックもこちらに載せておきます。で、M サイズ着ての着用レビューなんですが、まずはですね、肩からいきましょうか。肩、今私 T シャツ1枚下に着ているんですけども、ジャストサイズっていう感じですね。少しこう張ってるかなっていう感じはするんですけども、そこまで窮屈な感じはしないです。で、袖丈の長さはどうでしょうか。このぐらいの長さですね。まあ、二の腕の真ん中ぐらいっていう感じですかね。はい。で、身幅は多少ゆとりがあります。はい。まあ、なので、まあ、T シャツ1枚着れるぐらいのスペース、ゆとり感なのかなっていうふうに思いますね。で、丈感、もうちょうどいいと思いますよ。はい、はい、私のやっぱ体型であれば、まあ、M サイズをチョイスすると、まあ、ジャストサイズっていったところでしょうか。はい。そんなね、まあ、気になるところはないかなと思いますね。本当に、多少ゆとりがあるぐらいで、まあ、ビタビタではないですし、本当ジャストサイズで着るなら M という感じだと思います。はい、そんな感じで続いて L サイズ着きます。はい、続いては L です。こんな感じです。はい、L サイズはですね、まあ、ゆとり出てきてます。肩に関しては、まあ、そこまでね落ちてはないんですけど、まあ、まあ私の肩幅にはねちょうどいい感じの、肩幅になってますね。まあ、さっきよりやっぱりね突っ張りはなくなってきてるので、楽になってます。で、袖丈も、まあ、多少長くなってるんですかね。少しボリューム感が出てきているような気がします。はい、このぐらいのゆとり感になってますね。で、身幅結構変わりましたかね。正直、まあ、T シャツともう1枚何か着れるぐらいのゆとり感は出ていると思うんで、結構ゆったりしてるかなと思います。で、丈に関してはちょっと長めですかね。はい、お尻の、まあ、てっぺんより下ぐらいまで隠れてる感じなので、割と大きめです。まあ、なので、まあ、私のような体型の人がゆったり着るのであれば L サイズをチョイスするのがいいのかなと思います。別にめちゃくちゃ大きいっていうわけじゃないので、まあ、パンツのシルエット次第では全然バランスよく着れるようなサイズ感になっているのかなっていうふうに思います。はい。あとね、やっぱね生地感がねすごいしっかりしてるんで、ガチッとしてます。ほんと目が詰まってるんで、まあ、ワークシャツといった印象ですね。はい、そんな感じで続いて XL いきます。はい、次は XL です。こんな感じです。はい、XL はですね、かなりゆったりしてきてると思います。肩に関してはですね、もう全然ゆとりがありますし、袖丈はね結構やっぱもう肘にかかるぐらいの長さになってるんで、結構大きいですよ。もう見た感じが大きいと思います。で、身幅もこのかなりゆとりがあるんで、正直ね多分スウェットとか下もに着れるちゃうんじゃないかなっていうぐらいゆとりはあると思います。まあ、で、丈感もね、すごくゆったりしているので、まあ、少しね参考にならないかもしれないんですが、まあ、私のような体型が XL を着るとこんな感じになります。まあ、間違いなくね私より体型が大きい方が XL を着用するのが、まあ、いいとは思います。はい、そうですね、少しでも着用感が参考になればと思います。はい、そんな感じで続いて3サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。このアイテムの販売ページは概要欄と左上にリンク貼ってますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。また今回の動画構成で当店が扱っている商品を別の商品も紹介していますので、終了画面の再生リストからご興味あるものがありましたらぜひご覧ください。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。